柿の木。親友が祖母から聞いたという話。親友の祖母は若い頃、長野の方の田舎で病気がちな母親と住んでいたんだけど、その家の庭には大きくて立派な柿の木があったらしい。で、ある秋の夕暮れに縁側でお茶を飲んでぼーっとしていたとき、ふと柿の木に目がいった。別になんてこともなく、売れ始めた柿の実がいくつかなっているだけだったのだが、妙なことにその枝を見ていたら、急になんだか、その木で首をつって死んでみたくなったのだという。悲しいことも嫌なことも全くないのに、ふとラーメンが無性に食べたくなるように、自殺したくなったんだと。そう思ったらいても立ってもいられなくなって、すぐに物置から縄を持ってきて結び、枝にくくりつけた。肺炎を患った母がいるというのに、そのことすら忘れて、一心不乱に自殺しようとしていた、と語ってたらしい。だが、いよいよやろう、という時に、ふと柿の実が目に入った。これを取ってからの方が邪魔じゃなくていいな。そう思って、再び物置へ高枝ばさみを取りに行き、5分くらい探してようやく見つけた。庭に戻ってきて、さあ死ぬぞ、と思い柿の木を見た。自分の母が首をつっていた。わけがわからず、一瞬呆然としてからはっと正気に戻り、何やってるの?と、持ってた高枝ばさみで慌てて縄を切った。太い縄なので切るのに時間がかかったが、母親はかすかに息があった。その後医者に連れて行って見てもらい、大事に至らずに済んだという。後で、なんであんなことをしたか問い詰めると、水が飲みたくて縁側のそばを通ったとき、あの柿を見て、無性に死にたくなったのだと言ったらしい。結局その後母親は肺炎の病気で死に、その祖母も一昨年肺がんで亡くなったようなのだが、あの体験は忘れられないと、生前親友によく語っていたそうな。ちなみにその柿の木は、親友の祖母が上京してから何年かして枯れてしまったらしい。発作的に死にたくなるなんてところがなんか妙に怖かった。親友は普通に語ってたけど。水路で見たもの。小学3年か4年の頃の話。実家が山形で農園やってるんだけど、農園の脇を流れる農業用水路の出が悪くなったことがあった。そこで、隣で同じく農園やってる顔見知りのじいさんが上流を見てくるってことになって、夏休みで暇だった自分もそれについていった。舗装がなく、古い車の轍だけが残る農道を通って、なだらかな山道をしばらく登っていくと、途中で、ガボボ、ガボボって音がしてきた。音のする方向へ向かうと、流木や藁が詰まって、水路の水が農道に溢れている箇所があった。音の正体も、詰まった水が立てていたらしい。で、じいさんが素手を突っ込んで流木とか取り除いている間、なんとなく水路の向こうを流れる源流を見下ろしていたら、変なのがいた。見た目は作業服を着た中年ぐらいの男なんだけど、水流のど真ん中に突っ立って、体をしきりに前後に動かしている。うまく表現できないけど、イスラム教徒が礼拝で頭を下げるような動作を3倍速ぐらいで行っている感じ。そして何より異常なのは、頭が歪んでいること。
障害者とかそんなレベルでなく、頭の下にでかいミミズが入ってるのかってぐらい歪んでいた。なんだあれって混乱してじっと見つめていたら、妙なエコーがかかった声で、そいつが喋った。おー。その瞬間、自分のすぐ前にあった木にガスッと何かがぶつかった。石だ。それも炊飯器ほどの大きさの石で、どう考えても普通の力じゃあの距離からは届かない。自分を狙っている。そう思ったら一気に恐怖が押し寄せてきて、まだ水路に手を突っ込んでいるじいさんを置いて、一目散に山を下った。後ろでじいさんが何か言ってるのが聞こえたけど、構っている暇はなかった。その後そのじいさんが死体で発見されたなんてことはなく、普通に山を降りてきて、水路が治ったことをうちのばあちゃんに報告したりしてた。しばらく経って、たまたまじいさんの農園にジュースをもらいに行った時に、ぽつりと言われた。お前、川で何か見たんだろう。俺はあの時の恐怖と、あの時じいさんを置いて逃げたことを恨まれているのかと思って、何も答えられず泣いてしまった。じいさんは俺を慰めながら、いいんだ、いいんだってつぶやいてた。それからはあの体験を思い出したくないのと、じいさんが俺の心を読んでいるみたいな気がして、じいさんとあまり仲良くすることもなくなり、じいさん自身も俺が少し離れた高校の寮で過ごしている間に亡くなったらしい。狐の社。俺が宮大工見習いを卒業し、弟子頭になった頃の話。狼様のお堂の修繕から3年ほど経ち、俺もようやく一人前の宮大工として仕事を任されるようになっていた。ある日、隣の市の山裾にある神社の神主さんが現れ、その神社で管理している山奥の社の修繕を頼みたい。と依頼してきた。俺は親方からその仕事を任され、弟弟子を連れて下見に出かけた。その社も相当山奥にあり、依頼してきた神社の裏山に30分ほど入り込んだ場所にあった。その神社は稲荷神社で、もちろんお狐様を祀っている。社の状態は相当ひどく、また神主さんも、この一年掃除にも来れなかったというだけあり、汚れ方も大層なもので、最初の掃除だけでも丸一日かかってしまった。それから一週間ほど、修繕の計画を立て、図面を引き、神主さんと打ち合わせをして、4トントラックに道具と材料を積み込み、弟弟子一人と作業に出かけた。いつも通りに着工の儀式をしていると、先ほどまで晴れていた空がかき曇り、大粒の雨が降り出した。神主さんと俺たちは急いで社の中に逃げ込み、一時祈祷は中断した。その時弟弟子が、社に入る前に大きな尻尾の狐を見た、と話し、俺は修繕するのを待っていたお狐様が様子を見に来たのだろう。半分冗談で返した。しかし神主さんはなぜか青い顔をしてガタガタと震えており、不審に思った俺がどうかなさいましたかと聞くと、いや何でもない、ちょっと気分が悪いだけだと答えた。そして雨が止んだ後、神主さんは大急ぎで祈祷を済まし逃げるように帰ってしまった。俺と弟弟子は
そのまま作業にかかった。一週間ほどは平穏に作業が進み、傷んだ箇所をあらかた剥ぎ終わり、思ったよりひどく傷んでいるので、俺は修繕のための計画を再構築するために、一日現場に行かず、弟弟子を一人で片付けにやらせた。ところが、5時には事務所に帰るように言っておいた弟弟子が帰ってこない。今のように携帯電話が普及している頃ではないので、連絡も取りようがなく、6時まで待っても帰ってこないので、仕方なく俺も社まで行くことにした。薄暗くなる頃に社に着くと、奴の軽トラが未だ止まっている。俺は階段を上り、いつも通りお狐様に一礼をしてから鳥居を潜り歩き出した。とその時、俺の背中に何かがコツンとぶつかった。ん？俺が振り向くと、別に何もいない。足元を見ると、多分俺の背中に当たったであろう小石が落ちている。何気なくそれを拾い上げてみると、それは小石ではなく、蛇の頭だった。うお。驚いた俺はそれを取り落とし、もう一度周りをよく見回してみたが、やはり誰もいない。急に不安に駆られ、俺は社に向かって駆け出した。社の戸を開けた瞬間、何かが猛スピードで俺の脇をすり抜けた。俺はとっさにそれを捕まえようと振り向きざまに手のひらで掴もうとした。長い毛を掴んだ感触があったが、スルリとすり抜けて捕まえ損なってしまった。しかし俺の目にははっきりとした姿は全く見えなかった。ふと手のひらを見てみると、そこには金色の長い毛が数本握られていた。社の中で弟弟子は混沌していた。急いで抱き起こし、喝を入れたが意識は戻らない。俺は彼を抱きかかえ、急いで神主さんのいる本社へ車を走らせた。神主さんに事情を話し、救急車を呼んでもらうようお願いし、電話を借りて親方に連絡を入れた。親方はすぐにこちらへ向かうと答え、電話を切った。間もなく救急車と親方がほぼ同時に着き、救急車には親方と一緒に来た別の弟子が同乗していった。俺は親方に今日会ったことを報告し、親方は青い顔をして震えている神主さんを緩やかに問い詰めた。神主さんが語り始めたのは夢の話。半年ほど前から神主さんの夢枕に時々大きな狐が現れ、社をほったらかしていることを詰め始めたという。しかし神主さんは忙しいのに紛れさらに放置していたところ、一ヶ月ほど前に恐ろしい形相の狐が現れ、もう待てないからたたってやると言い放ち、それからは夢に出てこなくなってしまった。その後すぐに神主さんの娘さんが交通事故で大怪我をし、未だ入院中であること。奥さんが階段から落ち、やはり大怪我をしてしまったこと。そして飼い犬が何者かにさらわれ、翌朝耳と鼻がポストに入っていたこと。そのあたりで神主さんはたたりが始まったと感じ、うちに修繕を依頼してきたそうだ。親方は話を聞き終えると目をつむって考えていたが、目を開くと俺に向かって、まるまる、この仕事は断った方がいいかもしれんな、と言ってきた。神主さんは驚いて、そんな、一度受けたのを今更、と叫んだが、あなたがそういう事情を話してくれなかったのは重大な違反だ。うちらの仕事は人様のためだけではなく、神様仏様にも喜んでもらうための仕事。そういう事情が花から分かってれば、いろいろと手の内をもあったが、今からじゃ遅いかもしれん。
それはあなたもよくわかってるはずだ。神主の端くれであればな。俺はこんなに怖い親方を見たのは初めてだった。見習いの頃、怒鳴られたりぶっ飛ばされたりした時も怖かったが、それとは種類の違う怖さだった。親方の迫力に押され、しょぼんとした神主さんを見ていると、俺は無性にかわいそうになってしまった。そして、親方の言うことももっともですが、一度受けた仕事、俺はやり遂げたいと思います。と答えた。親方はまたも目をつむり、しばらく考えていたが、うん。お前は狼様に気に入られたこともあるしな。と言い。よし、じゃあやれるところまでやってみるか。ただし、もし異常が続くようなら即座に中止だ。神主さんもそれでいいですね。と続けた。神主さんは、はい、と救われたような表情でうなずいた。俺は狼様の一件を親方が覚えていたのに驚いた。弟弟子が入院している病院に行き、まだ意識の戻らない彼を見舞って帰る途中、親方が、おめえ最近狼様のところにもう出てねえだろ。と聞いてきた。狼様って、前に俺が一人で修繕した。そうだ。おめえがご馳走になった狼様だ。はあ、もう2年ばかり伺ってませんが。明日夕方にもう出てこい。で、神主さんには連絡しとくから、まず神主さんとこ行って、守り札2枚もらってから、狼様のお堂に行くんだ。こういう時の守り札はもらっただけじゃダメだ。それを持って直接お堂にお願いに上がって、魂を込めてもらわねえな。もちろん酒を忘れんなよ。あと、おめえがいいと思う女向けの飾り物でも買ってけ。はい、わかりました。ところで、稲荷様の工事はいつから再開しますか？おめえが明日の夕方、守り札を無事に持って帰れたら、あさってからかかることにしよう。無事にって？2枚のうち1枚はおめえが持て。もう1枚は入院したやつに届ける。いいな。親方はそれ以上口を開かず、黙って目をつむってしまった。翌日の夕方、俺は神主さんから守り札をいただき、久しぶりに狼様のお堂へと向かった。相変わらず舗装されていない道を走っていると、道の端に、さっき守り札をいただいたばかりの神主さんが立って手を振っている。あれ、いつの間に？と思いつつ車を止め、どうしたんですか？と聞くと、いや、さっき渡したお札、間違えたやつを渡してしまったんだ。こっちが正しいやつだから取り替えよう。と、新しいお札を出してきた。はあ、そうですか。それでは。と、お札を出そうとしたら、突然森の中から、ぐるるるるるっと、犬がうなるような声が聞こえてきた。えっ！神主さんは飛びずさり、あたりをキョロキョロと見回している。その顔が明らかにおかしい。正面を向いている時には普通なのだが、横を向いた時の鼻と口が妙に尖っている。俺ははっと我に返ると、神主さんに、後で社務所に伺いますと叫び、車を急発進させた。待て！その札では狼は守ってくれんぞ。この声で俺は確信した。神主さんが狼などと呼び捨てになどするわけがない。また俺に対してもデスマス調の丁寧な言葉遣いだったはずだ。俺は車を走らせ、なんとかお堂下の階段までたどり着いた。そして車を止め、階段を駆け上がろうとした。しかしなぜか妙に足が重い。そしていくら階段を上がっても頂上が見えてこない。俺は立ち止まると札をいただくときに神主さんに教わった通り大きく深呼吸をして、
目をつむって大声で叫んだ。狼様、お助けください。俺が叫ぶのと重なるように、聞こえるかどうか耳鳴りに近いくらいに遠吠えのような声が聞こえた。そっと目を開けると階段の頂上が見えている。階段を登りきり、懐かしい狼様の灯籠に一礼し、鳥居を潜ると、今まで重かった足が嘘のように軽くなった。そしてお堂の前まで行くと、お札を二枚お堂の前に捧げ、神主さんに教わった通りに祈祷をした。それから、お酒と新しい髪飾りを収めて帰るために鳥居を潜った。すると、鳥居の真下に光るものが落ちている。それを拾い上げると、なんと、以前俺が収めた銀細工の髪飾りだった。ところどころに撫で回してできたような擦れた跡があるが、それはピカピカに光っていて、ずっと落ちていたとは思えない。はっと思い、お堂の前まで戻ってみると、酒はまだあったが、一緒に収めた髪飾りはなくなっていた。帰り道、俺の車に沿うようにして森の中を何かがついてくる気配がしていた。しかしそれは全く怖くなく、逆に安心感と懐かしささえ覚えるほどだった。その後工事は無事に進み、また入院した弟弟子の意識も戻った。ただ彼には倒れる前の記憶が全くなく、まさに狐につままれたようだった。後日親方が料亭で彼の退院祝いと稲荷様のお堂の竣工を祝って内輪で宴会を開いてくれた。その席で酔った弟弟子がこんな話を始めた。〇〇さん、実は昨夜夢を見たんです。銀の髪飾りをつけた髪の長い巫女さんが〇〇様によろしくお伝えくださいませと言ってニコニコしてる夢。あと切れ長の目をしたちょっと怖そうなお姉さんがその巫女さんに踏んづけられてて、変な夢でした。それを聞いていた親方は口に含んだ酒をぶっと吹き出し大笑いして、そりゃおめえ、稲荷さんが狼様にコテンパンにやられちまったんじゃねえのか。明日俺も行くから狼様と稲荷さんのところに挨拶に行くべえよ。と、また酒を口に含んだ。俺はちょっと不満だったが、巫女さんの涼やかな笑顔を思い出し、キュッと酒を煽った。